こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は6月13日土曜日、午後6時過ぎであります。今日ですね、昨日から、丹後から帰ってきまして、今日から後半戦だということなんですけれども、今日は、久しぶりに雨が降りましたね。午後から、私は京都市の中心の商店街であります錦商店街、それから、新京極とか寺町とかですね、河原町、四条通り、三条通り、まあ、この中心地区の商店街を、いわゆる桃太郎作戦ということで練り歩いていったんですけれども、まあ、その最中に本当にすごい雷と、滝のような雨が降っておりました。まあ、しかし、この丹後に行ってる間も含めてですね、この選挙戦梅雨明けが、なりましたから、本当に猛暑が続いていましたから、雨に濡れるのもあまり気持ちのいいものではないんですけれども、たまにはやっぱり雨も降った方がいいなと、街路樹も喜んでいる、そんな気がしたわけです。さあ、そこでですね、これから選挙戦を、終盤戦に向かって私が訴えていくのは、この序盤からですね、どうも安倍内閣の支持率が高いということで、自民党また、西田昌司が圧勝するんじゃないかということがよく新聞に書かれたりするんですけれども、まあ、結果としてそうなればもちろんこれに勝ることはないんですけれども、ただ事実としてですね、やはり、データとして押さえておかなければならないのは、昨年衆議院選挙で我々政権奪還はしましたけれども、京都ではですね、自民党と民主党とは実は票差があんまりないんです。ほとんどない。それほど京都は、他の選挙区はいざ知らず民主党が非常に強い金城統治になっているということを我々忘れてはいけないと思います。それから共産党もですね、この都議会議員選挙で倍増したということをきっかけにですね、非常に復調著しいわけで、まあ、頻繁に党の幹部が京都にも入落されているようであります。ですからこの共産党が一番強いのも東京ではなくて実は京都なんですよね。でそう考えると今回の選挙戦は上滑りをしてしまうというのがね、一番私たちにとりましてのこの脅威だと思っています。ですから私は今演説会場で言ってますのは、ぜひもう21日の投票日と言ってますけれども、21日まで投票待つ必要ないんですね。今期日前投票という便利な制度できましたから、いつでも毎日行けるんです。朝の8時から夕方の8時半までですね、それぞれの指定の市役所や区役所でできますし、学校などが投票所の場合はですね、非常にまあ、暑い冷房のない中で投票しなければなりませんけれども、こういう期日前投票の場合には役所の中で投票させてもらいますから、非常にこの快適なんですよね。そういうことも含めてぜひ期日前投票をどんどん行っていただくと。そして、期日前投票を行きますと投票日にはする仕事なくなりますから、その時にはまだ行ってない人をですね、今度こそ投票所に連れて行ってもらうとか、それぐらいのダメ押し作戦をしていかないと上滑りというのは本当に恐ろしいと思っています。まあ、そういうことでこれから演説会に向かいますけれども、ぜひ皆様方、これ見られました方は、京都の方はもちろん私ですけれども、他府県の方はですね、それぞれの地域の自民党の候補者にですね、早く不在者投票をやっていただくようにお願いしたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。